中村エリコラララ中村ンドラブラフライブは中村エリコのソロライブイベント及びそのライブ用の楽曲を収録した CD ライブを収録したブルーレイ DVD ファーストライブは2012年11月3日に開催最終ライブは2015年11月8日に開催された略称は中村ド中村エリコのソロライブプロジェクトライブコンセプトは 遊園地で、ゆう、あん、ちとの意味が込められている。中村が、園長、観客が、遊園地の来場者という設定。ライブプロジェクトの企画は、植木祐一郎が立ち上げた、シーサイドコミュニケーションズが担当した。2012年11月3日、新宿ブレイズにて開催された、ファーストライブ。2012年10月26日に、ファーストライブ開催を記念して発売された。 ファーストアルバム、ラララナカムランドラブラフライブに収録されているオリジナル曲とカバー曲を織り混ぜた楽曲編成となっている。同ライブを収めた同タイトルのブルーレイ版、DVD 版が2013年3月29日にシーサイドコミュニケーションズから発売された。2013年5月5日、渋谷ーイーストにて開催されたセカンドライブ。 2013年4月19日にセカンドライブ開催を記念して発売されたセカンドアルバム中村エリコ号号ライブラララ中村ラ,ラブラフライブに収録されているオリジナル曲と従来のオリジナル曲を織り交ぜた楽曲編成となっている同ライブを収めた同タイトルのブルーレイ版 DVD 版が2013年8月7日にシーサイドコミュニケーションズから発売された 2013年11月17日、品川ステラボールにて開催された、サードライブ。2013年10月31日に、サードライブ開催を記念して発売された、サードアルバム、中村エリコアニバーサリーライブラララ中村ラ,ラブラフライブに収録されている、オリジナル曲と、従来のオリジナル曲を織り混ぜた、楽曲編成となっている。同ライブを収めた同タイトルのブルーレイ版。 DVD 版が2014年4月19日にシーサイドコミュニケーションズから発売された。2014年11月16日品川ステラボールにて開催されたホースライブ。2014年9月20日にホースライブ開催を記念して発売されたホースアルバム中村エリコファンファンライブラララ中村ラ,ラブラフライブに収録されているオリジナル曲と 従来のオリジナル曲を織り混ぜた楽曲編成となっている。同ライブを収めた同タイトルのブルーレイ版と DVD 版が2015年8月15日にシーサイドコミュニケーションズから発売された。2015年5月5日、相模女子大学グリーンホール大ホールにて開催されたフィフスライブ。従来の楽曲を様々なジャンルにアレンジした編成となっている。 同ライブを収めた同タイトルのブルーレイ版と DVD 版が2016年5月31日にシーサイドコミュニケーションズから発売された。2015年11月8日品川ステラボールにて開催されたシックスライブ。2015年10月17日にシックスライブ開催を記念して発売されたフィフスアルバム中村エリコサンキューライブラララ中村ンドラブ。 ラフライブに収録されているオリジナル曲と従来のオリジナル曲を織り混ぜた楽曲編成となっている。同ライブを収めた同タイトルのブルーレイ版と DVD 版が2016年8月10日にシーサイドコミュニケーションズから発売された。中村エリコのラ,ラララ中村ラ,ラブラフライフは2013年1月2日から2016年3月30日まで超 A&G で配信されていたインターネットラジオ番組中村エリコソロライブプロジェクトラララ中村ラブラフライブの情報を届けるラジオ番組ありがとうございます